い、どうもどうも皆さんおはようございます。今日はですね、久々に外に来ております。というのもここ4日とか5日間ぐらいずっと雨でした。ゴールドコーストで雨だったので、家の中でしょぼしょぼと僕は筋トレをしていたわけです。ということで今日は久々に晴れたので外に来て、もう筋トレ公園で今日ももうバッチバチ筋トレしていこうかなと思います。もうね、家の中だったんでね、マッスルアップとかね、そういうのもできなかったし、やっぱり家トレだとできるトレーニングは限られてくるんで、やっぱり僕は外に行ってトレーニングをすることが大好きです。そして、今日はですね、3月31日じゃないな。今日、4月1日だ。4月1日の朝7時。もうね、夏もこう終わって、もう冬に入りかけてます。なのでもう朝今この時間とか結構寒いです。ですのでもうくしくも僕はこんな長袖を着ております。しかも外でトレーニングするんで寒いわけですよ。日中はね、ゴールドコーストはもう太陽、日差しがめちゃめちゃ強いんで、オーストラリアのゴールドコーストというのは冬でも日中は半袖半パンで行けます。だけど朝夜太陽がない時間帯は寒い、冷え込むんです。だから温度差が激しいんでね、はい、そういう場所です。でも年中ね、昼間は暖かくて過ごしやすい場所です。ということで、まあくしくもこんな長袖着てるわけですけど、トレーニング始まったらもう脱いでもうバチバチやっていこうかなと思います。ということで今日はそうですね、まあ久しぶりなんで懸垂系がっつり追い込んでいこうかなと思います。ちょっと最近ね、体重がちょっとこう若干増え気味なんで、体が重くてどうなるかわかんないんですけど、はい、頑張っていきましょう。今日も持ってきてます、なんだっけこれ、プリワーカウトドリンク、気休めです。はい、まあカフェインとか入ってるんで、これを飲むことによって気休めでスイッチが入る感じです。お、エネルギーが入ってきたな、パワーアップするなっていう感じを。そして EA ももちろん持ってます。ということで行きましょう、レッツゴー。今日はですね、僕がよく行くサウスポートの筋トレ公園に来てるんですけど、いつものね、駐車場が全部埋まってたから、いつもと違う駐車場に止めております。ここはあそこにですね、なんかスイミングの泳ぐ施設です。そこの駐車場です。でこういう感じでお金を払わなきゃいけないんですけど、9時、朝の9時から夜の7時までお金を払えよと。だけど今はまだ朝の7時前なので、9時まで2時間ね、お金がかかる時間になる前に僕はトレーニングを終えて帰るんで、お金を払わずフリーで止めることができます。はい、いい天気です。雲はいっぱいあるが太陽は最高。ちなみに僕が今から行く筋トレ公園は あそこです。あそこにあります。ちょっと遠いんでスケボーで行こうかなと思います。ここがね、こうずっとバーっと散歩道になっております。ここでね、朝早くからみんなウォーキングしてるわけですよ、犬連れて。はい、オーストラリア人はね、皆さん朝が早いので、みんな朝起きて走ったり筋トレしたりフィットネスしたり、まあこっちの人は文化的に仕事の前にトレーニングを済ますっていう考え方なんで、多分日本だと仕事が終わった後にジム行って筋トレしたりする人が多いと思うんですけど、こっちの人は仕事の前にトレーニングをするんですよ。はい、朝に全て済まして、仕事の終わった後はもうゆっくり家で過ごすっていうね、家族の時間を大事にする、自分の時間を大事にするというライフスタイルでございます。はい、イエーイ、今日もスケボーでレッツゴー。おてれん、はい、来ました、いつもの筋トレ公園。はい、到着。いつもはあっちに駐車場止めてるからあっちからこう来てんだけど、今日は駐車場が向こうからこっちって感じ。行こう。
思いながらだ。Issues and that's official, but I'm still missing you every minute that I ain't with you. Thinking about you is what I do the best, so I wrote this 4-page letter, put you to the test. Aaliyah, use pencil, not ink. Forever's a long time, everything ain't what you think. Commitment issues is a problem, I'm sprinting to the horizon, hoping somebody can solve them. And if they don't, I still forgive them. I'm driven, it's just tradition, I'm a walking suspicion. I'm just wishing that you was near me, just a couple millimeters close enough for you to hear me say this. This is real as it come. The divorce rate high like a kite in the sky. They get to acting crazy, making it easy to say goodbye. You thinking one more chance like you Biggie and Faith. You want true love and romance? Well, hurry up and wait. This ain't no mistake. These is real stats from real cats that had their heart cracked with a steel bat. And that's that. Yeah, now that's that. はい。
ということで、今日のトレーニング終了でございます。今日はですね、久々に外でトレーニングをしたということで、久々にですね、マッスルアップとかそういう、なんて言うんだろう、広いスペースじゃないとできないようなトレーニングをして、やっぱりね、5日間ぐらいトレーニングしてないとちょっとね、しんどいです。パフォーマンス悪いです。そして最近ですね、僕は体重が増えているので、最近体重計測った時に71キロありました。はい、71キロあります。まあでも決して悪いことではないので、別に脂肪でこうバーンと大きくなってるわけではないので、バルクアップと捉えることにします。ということで、まあ体重が重くなっても久々にやっても、まあある程度トレーニングはできるということで、これからですね、もっとバンバン鍛えていって、ずっと晴れることを願って外でガンガンやっていくんで、はい、もっとパワーアップしていきます。ということで、今日はこんな感じで動画を終わろうと思います。もしこの動画いいねと思ったら、ぜひグッドボタン、そしてコメント、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。さよなら。